エテポンゲです。見てください、部屋がもうぐちゃぐちゃです。はぁ、これここに段ボールあるでしょ。これ最近アマゾンでね、大量にいろんなものを買ったんで、ちょっと、ザザッとね、ザクザクっと、紹介していこうかなって思います。商品紹介系 YouTuber としてね。これね、これ。まず、1個目ね。まず、ちょっと、ほんとね、最近この、衝動買いが多いね。タイムセールとか見ちゃうともう買っちゃうよね。つぶやいたんだけどね、ツイッターで。ついつい買ってしまったもの。最近買ったのはとりあえず、ほんと5個ぐらいあって。で、1個目もまずこれ。ちょっと待って。これなんかね、モバイルバッテリーが安かったんで買ってしまいました。こんなやつ、なんて書いてアンカーって書いてあるのかな、アンカー、まだね、実際充電もしてないし何もしてないので、なんで買ったかっていうと、ちょっとね、実は今度ね、外で撮影しようと思ってて、それの兼ね合いもあってね、買っちゃいました。充電のやつと、おしゃれポーチも入ってます。おしゃれポーチ以上です。以上です。はい、 LED 強力ライトです。と、LED センタースリムです。まあ、これもそのモバイルバッテリー買ったのと一緒で、ちょっと来週あたりにね、来週その9月の21日とかに、21日だったかな、に、ちょっと、外でね、撮影する予定なんでね、それのやつです。結構しっかりしてる、これ。電池もちゃんと買いました。電池もちゃんと買った。これすごい、これなんかね、これこうやって、ここも光るし、ここも光るんで、こうやって置いてもいいし、センサーで光るとか、これもね、全然安くて。なんか、これも、なんか、付属のやつ、ついてた。こんな赤、これ開かないって、もうこんなん、シャムさんと一緒やん、こんな。ハサミにしてやられたというとかいう、そういうさ、なんか謎のテロップ入れないと。開けていきましょう。はい。どっから開けんね、これ。開け口が。開け口、ここかな。ちょいと爪切ったからな、開けにくいな。うわ。あー、どっちや。こんなんで苦戦しとったら、ハサミとか持ってくればよかったな。あー、かんな、これ。ハサミとか持ってくればよかった。でもなんか開け口とかあるはずなんだが、無理やりでも次回からハサミ持ってこよう。あー、ないかな。苦戦してるぜ。また、つわ、これはもう、ハサミ持ってきた方がよかったわ。用意ダメや。用意しなかったわ。もうちょっと。ダメな、もうこれ。もうちょっと頑張れ。
頑張り、全然頑張りじゃないな、これ。おとなしく持ってきた方がいい。あ、ここにもある。というわけで、まあいいや。というわけで、ちょっと開けるのに苦戦します、してます。用意するのが悪かったわ。用意しなかったのが悪かった。ハサミ持ってきますので、一旦、カッチョーしやーあ、シャムさん。シャムさん。オン！お。センサーモード。センサーモード。おお、すごい。な。お、すごいこれ。なあ、もう外明るいから分かりにくい。友達と夜ちょっとドライブしていて、都会じゃないからこっちの方は、田舎の方で、山道をちょっと走ってたの。ちょっと地元では有名な走り屋がよくいるような、本当にぐねぐねとした山道で、よく事故とかもあるし、そういったところをたまたまちょっと通ってて、そしたら、結構ね、事故多発する、カーブっていうのが、一箇所、ほんと有名、地元では有名なカーブがあって、たまたまそこに差し掛かった瞬間、これセンサーモード潰れてんじゃねこれ。光んねえし。